こんにちは、ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。お久しぶりです。現在ここは新しいお家です。朝霞店でのお話をしたいと思います。まだ正直すごく引っ越し自体も大変で、11、2年住んでいたので、息子と一緒で収納もたくさんあるお家だったので、結構やっぱりたくさん溜め込んでしまっていて、手間取ってしまって、まだ実は片付けも終わってない状態です。新たに必要になるものも出てきたりですとか、いろいろやらなくちゃいけないこともあったりっていうことで、店のことがなかなかまだ手がつけられていなくてですね。ただ言えることで言うと、夏の半ばには再開いたしますというふうに申し上げてたんですが、15日が日曜なので、16日の月曜日からお店はオープンいたします。ただですね、息子の学童が受け入れが決定していないので、その学校も始まってもいないですし、お知らせができないんですね。で、予約方法については、検討いくつか検討してる状態なんで、決定してないので、いろいろと、段取りが悪くて申し訳ないです。ご迷惑をおかけします。ただ16日には再開をいたしますということですね。で、予約は、おそらく1週間前にはできるようにいたします。で、ウェブ予約ですね。電話も受け付けるのかどうかとか、基本的にはウェブ予約をメインに、ご予約を受け付けるということで、ちょっとまとまりのないお話になってしまってすみません。とりあえず、営業再開は4月の16日、正式に予約を開始するのが4月の9日。いろいろとちょっとやってみて変わってくる部分もあるかと思います。とりあえずご報告です。あとは元気にやってはおりますので、ご安心ください。お客様からはお祝いを言葉をいただいたり、プレゼントをいただいたり、非常にありがとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。また状況が分かり次第、随時ねご報告をしてまいりますので、お待ちください。今日は、とりあえず引っ越しましたということと、4月の16日にはお店を再開する予定ですということ、それから、ウェブ予約をメインにしますと。ただその、そうですね、サイトについてはまだはっきり決まっておりませんということです。なるべく動画もね定期的に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 See you.